先日あるところで講演をいたしました第二の人生の話になったんですねその時に私の親しい友人がまあ43歳の方なんですが聞いておられました題目も第二の人生ですし、まあ、彼は43歳でまたまた定年まで60とか20年近くあるもんですから まあ第二の人生か、まあ、だけど武田先生よく知ってるから、まあ、話を聞こうかと、まあ、いうような気持ちだったそうなんですねしかし聞いてるとあれというふうに驚いたっていうんですねそれはですね一番驚いたのは彼は「勤めが終わったら老,老後」が来ると思ってたんですよね <laughs> まあ私もそう思ってましたけどね「えー、勤めが終わったら老後になると」じゃあ老後っていうとイメージが浮かぶのはですねまあ、旅行とか 趣味とか日向ぼっことか、まあ、そのうち体が悪くなって病院に行くと、まあ、そういうものが思い浮かんであとは経済的には年金の問題とか、まあ、そういったことですねですから多分武田先生はそういう話をされるんじゃないかと思ってたらしいんですよところがですね、まあ、まあ人生は100年になるつまり去年50歳を超えた人の平均余命が50年になりまして。 人生100歳時代が来るっての言われてますねこの100歳時代っていうのはですね老人っていうのがいないんですよ。この世に老人がいないんです。そんなこと言ったって老人は年取りはいるじゃないかと思うんですが違うんですね。まあ、私の、まあ、産経新聞から出していただいた「老人の嘘」という本があるんですがこの「老人の嘘」っていう本はですね編集者がつけてくれた題目題なんですが私の方がまだ頭が古くてですね <laughs> まあ例えば高齢の,の時期の生き方という名のを書いたつもりだったんですが内容はそうじゃなかったんですよ。老人とというそのものもが嘘嘘なななんんだだになる時代なんだとつまり今までは老人というのが存在したけどこれからの人たちっていうのはまあ今の50歳以下の人は特にそうですもちろん50歳以上の人もそうなんですが50歳以下の人たちはもう老人にならないんだということがまあそこに私が書いたんですがまあ書かれてるわけですね。 それを見て編集者もびっくりしてそれで老人の嘘つまり老人が嘘をつくんじゃなくて老人という概念自身そういうもの自身がなくなるんだということをまあその編集者の人も感じたわけです。で先日私の講演を聞いた43歳の男性でのもですね聞いてしばらくしたらすぐ分かったって言うんですよ。なるほどと思ったったて言うんですねつまり 人生100年になりますとね第一の人生はまあほぼ普通に考えれば50歳までですね、まあ、定年という意味ではもう少しあるんですが、えー、生まれて成長して、えーまあ、10歳ぐらいになる、まあ、小学校4年ですから少しは教育を受けてるんですが、まあ、それから本格的な教育を受けて一、まあ、人前になるのが大体二十歳ぐらいと二十歳になって勤めに社会に出てそしてしばらくたってまあ結婚をして。 子供ができて子供を育ててまあ必要があれば一生懸命働いて家を建てたり貯金をしたりして、まあ、がむしゃらに働いてまあ5040代の終わりぐらいになると子供も少しずつ仕上がっていくとああ俺の人生も大体終わったなというのが50歳ですね。それは当然であって、えー、平均寿命という点ではですね今から100年前 まあ、1920年における日本人の平均寿命というのをまあ見ますとですね、まあ、この頃は第一次世界大戦、まあ、日露戦争の前ですし第一次世界大戦が終わってから10年それからまだ日中戦争も第,、えー、第二次世界大戦も始まるのにかなり間がある時期でしたからですから、まあ、割合と平和でですね、まあ、今の日本とそれほど変わらない時期だったわけですね。ですから まあ社会的統計としては1920年代の統計っていうのが我々と役立つわけですがその時の日本人の平均寿命はですねもに歳ですもちろん赤ちゃんの時に亡くなる人もおられましてねそれを少し補正してみても到底50にいかないまあ甘く見ても45ぐらいと言ってもいいぐらいなんですね。 事,事実は43だったわけですが男女ともにですね男はまあ朝から桑を振るって働いたんですよ本当にあの当時の畑を耕すのはもう大変なことでしたからね汗水垂らして働く、まあ、もちろんそのお百姓さんじゃなくても炭鉱夫だったらつるはしを振るうわけですからそれからまあ何か運ぶ人は重たいものを運びましたからね まあ50にならずに腰がぐじゃぐじゃになるっていうような状態だったわけですよ。だから寿命は43歳。それから女の人はですね、まあ、結婚も早かったし、まあ、子供を5人6人と産みましてね当時は何せだって電気洗濯機はなし、えー、掃除機もなしですね一生懸命たらいで洗って石鹸もろくなものはないとそれからおしめも今みたいなですねくるっと、ま、丸めたらうんこも見えないっいうのはおしめじゃなくて。 布にぺったりついたうんこを取ってあげなきゃいけないっていうのはですねそういうおしめでしたですからまあもちろんご婦人もですね40過ぎる頃にはヘトヘトになりました閉経時期も早かったですねそれでお亡くなりになるというそういう時代だったわけですそれが今からわずかわずか100年前ですよ人類が誕生してから600万点のと言えられますけどねそれでもえつい100年前まで 平安時代とか江戸時代とかそういうんじゃなくて100年前に43歳だったってことは感慨深いですねよくこんなに長く生きれるようになった人間の時に我々は生まれたなと思いますねまあ本当に感謝しても感謝しきれないぐらいですねそれでまあ50歳を超えたのはですね平均日本人の平均寿命が50歳を超えたのは1948年 戦争が終わった後なんですよ、ね、まあその間ちょっと停滞しましたけどもそれでも戦争があんなにあって310万人も亡くなってもですね寿命自身は少しずつ長くなってきて、まあ、1920年の43歳から1950年にもう50を超えた状態になったわけですね。それからは高度成長があり急激に経済も良くなり生活も良くなりそれに伴って食中毒も減る。 いいろんんんんんんな病気もどん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 退治されていくもんですから平均寿命が伸びてまあむしろあの医療が進んだというよりか栄養が良くなった生活が良くなったっていう方が大きいんですけどね影響は。2000年を超えることには女性は80歳を超え平均寿命が80歳を超えるようになりましてついに去年50歳の人がお亡くなりになる時の平均寿命が100歳というようなですね状態になったわけですよね。 いやーもう本当にそうなりますとね今までの人生が全く違うんですよ。皆さんもちょっと頭に思い浮かべていただくといいんですけれどもえー、っとあの第一の人生って私が読んでいる50歳まではですね頭にすぐ浮かぶんですよ。えー、生まれてねしばらく子供で、で中学校ぐらいから一生懸命勉強してそして二十歳には社会人になって。 そしてできれば結婚もし子供も産み子供を育てまあ辛くもあり楽しい人生の時期を過ごしてですねそしてまあ家も建てられれば建てるえそして50になるとやれやれまあ俺も私もある程度人生を送ったなとえそろそろ子供が結婚する時期でもあるとまあこんな人生はさっと思い出すようですねところが 50歳以上はどうするのって言われるとですね。いや、それで私の,あの友人もですね、43歳の友人も、あれこれ俺のことだと思ったわけですね。あの、老後のことなんか随分遠いことだと思っていたのに、あれこれは俺のことだってうう思ったわけですよ。どうしてかって言いますと、結局、50から先が第の人生なんですよね。それは考えてみればそうなんですよ。ところが今までは、 第二の人生というイメージはなかったんですね。五十歳を過ぎたらそろそろ年金の意識もして、老後のことも考えて、そして、えー、老後を過ごそうと思ったわけですよ。それはその通りですね。今までの老後っていうのは、まあ次の時に詳しくお話をいたしましたが、すみますが、十五年だったんですね。つまり四十三歳の彼にしてみれば、自分の老後は十五年。 最初の10年が、えー、旅行したり日向ぼっこしたりする最後の5年はもう体も弱くなってくるから病院が心配だそういうイメージだっただから俺に関係ないと思ったんですところが全然違うんですねこのののの人人生とといいいうのを思い浮かべるるここができる人はほんんどいません、えー、この43歳の私の友人がまあ聞いてびっくりしたのはですね今までの日本人の老後という概念は非常にしっかりしておりまして。 まあ男性を中心に言いますとですね、まあ、男性は収入に直接関係してたんで、まあ、長い間、まあ、男性の人生っていうのはある決まりがあったんですね、まあ、それに比べれば女性は子供を産む時期とか、まあ、いろいろあの旦那の年齢なんかでだいぶ大きく違いますので何歳の時どうっていうのがちょっと言いにくいところがあるんですが、まあ、男性を基準にしますとね、えー、っと男性の平均寿命が70歳の時。 えー、これはそんなに前じゃないんですね。1980年ぐらい。男性の平均寿命70歳だったわけですが、まあ、その頃ですね、実はあの定年は55歳だったんですね。まあ、今で見ればですね、55で定年ってって、まあ、みんなびっくりするわけですが、まあ、55歳だったわけです。私よりか一つ、世代が上の人たちはだいたい55で引退しました。そして、 まあ再就職するとしたら55の時に再就職をしましてまあ給料がまあ2分の1ぐらいになるんですがそれで60まで働きますとねもうあと10年か15年しかないもんですからそれで人生を送ったもんなんですねでそれはどうしてかって言いますと仕事を辞めてから15年が実は老人だったんですねこれが老人なんですよそでその老人の期間というのは15年なんですねしたがってまあどういうことになるかっていうと その最初の10年は、まあ、やれやれ仕事も終わったと、まあ、これからあその旅行でもしたり趣味をしたりですね、まあ、日向ぼっこをしてのんびりと街を歩いたりしようと、まあ、俺もよく働いたなと、まあ、こういうのが最初の10年ですねそれから平均寿命が70歳っていうことは65歳ぐらいになるともう体の調子が悪くなってくるんですよねその当時はで病院通いをしたりえー、まあ孫と過ごした時間を増やしたりしているうちに まあ七十歳でお亡くなりになると、まあこういうのが老人だったわけですね。現在は男性の平均寿命は八十一、まあ八十ですよね。ですから、えー、政府はですね、六十五までの雇用っていうのを進めてるわけですね。まあどん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 平均寿命が伸びるもんですから、なかなか社会体制が整わず、まあ現在でも六十歳定年というのが多いんですが、実は平均寿命が八十になったら定年は六十五にしなきゃいけないんですね。ですからまあ。 強制的にするわけにもいかないんで、まあ、65まで再雇用してくださいって盛んに政府は言っていると、まあ、こういうことになるわけですねどうしてかやっぱり定年から死ぬまでの時期が老人でそれが15年なんですねでこれはねものすごくいろんなことに影響するんですよ例えばあの55歳定年という時代で大体社会システムって決まってるわけですね、まあ、日本のの年金制度っていうのは 軍人であるとか公務員である人は別にしますと1961年にできておりますので、まあ、大体やっぱり平均寿命が6070まだい,いかなくてそれでまあ65ぐらいだったわけですからねそうしますとね大体その頃の制度設計ってどういうのかっていうと二十歳から55歳までの人35年間二十、まあ、歳まではほとんど働きませんからね。 二十歳から五十五までの三十五年間働いて年金を納め、もしくは他の人が年金を納め、そして五十五から七十まで十五年年金をもらうと。まあ、こういうことになりますね。まあ、そうしますと、例えばですよ、これ計算を簡単にするためにおおよそのことを言えばですね、三十五年間働きますから、まあ、その間に例えば給料の三分の一を年金として出すとしますね。そうしますと、 もららう期間が15年ですから医療費なんかも含めましても大体いい働いてる時の給料の半分はもらえると、まあ、こういうことになるわけですね。それなら生活ができるまあ勤めてる頃は子どもを産んだり育てたり教育費もかかるし住居費もかかると、まあ、いうことなんですがまあ,あの老人の15年はそんなには活動しない、まあ、蓄えも少しあるということで。 そういうい設計だったわけですよもちろん人間も人間の数といってもですね若い人が多くて年寄りが少ない時間的に言っても二十歳から55まで35年間働いて55から70までの15年間それをもらうと、まあ、いうことですから、まあ、年金はそれでやっていけけたわけですねそれで、まあ、その時に厚生労働省はですね政府はっ言ってもいいんですけど ゆりかごから墓場まで、と言ったわけですね。まあ、これはね、ズルだと言えば、ズルなんですよ。つまり、もう将来、そうならないことは分かっていました。しかし、世の中っつうのはね、なかなか難しくて。えー、社会に対して、誰かがアナウンスするときに、正直に言うと、実現しなくなる。っていうことがあるんですね。まあ、それまではですね、日本っていうのは、年金ができるまでは。長男が親を見てたんですよ。 で長男が親を見るっていうのはずっと続いてたわけですね延々とその長男があ家あの親を見るっていうのがなくなってそして年金制度に変わるわけですからねこういう非常に大きな変化っていうのはやっぱりおいそれとは意識が変わらないんですねそれでどうしてもみんなから金をもらわなきゃいけない年金を積み立てなきゃいけないのでゆりかごから墓場までと。 本当は非現実的なんですが、まあ、そういう言い方をした。でみんなもですね日本人はそれならしょうがないやというんで年金の拠出をですね給料から年金出すわけですねまた半分は厚生年金だったら半分は会社から出すと、まあ、いうのをまあ認めて1961年に年金制度が始まったんですけどその時のですよ一 <laughs> 月の年金の掛け金が最初は100円だったんですよ。でね100円じゃ絶対やっていけないんですけど。 だけどやっぱりお金を出す自分の老後のためにお金を出すっていうことが初めてですからこれは非常に重要なことなんですね人間というのはそういうものなんですよ今までのことはわかるんですけども今後のことはわからないんでそれでどうしても政策担当としては少し嘘をつくと、まあ、いうことになるんですねこの、えー、政策を嘘つかないで説明できるようになるということが非常に日本としても大切なんですけども今のところ仕方がないと そういうふうに思っていただいた方がいいんですね。まあ、これはあの、いろいろ現在の政策を見るときでも、あんまり腹を立てられない、えー、ようになりますからあの、十分にそれは意識しておいた方がいいんですね。例えば一番具体的な例は新幹線ですよ。東海道新幹線。東海道新幹線はですね、実はですね、最初のこ、頃に計画したやつが1兆円だったんですよ。国が1兆円出す。あの当時国鉄でしたからね。国が1兆円出すということだった。 だけど1兆円じゃもうみんながひっくり返っちゃってですねだったら今の東海道線でいいじゃないかと何がいいんだと大阪がですねえもうその当時燕とかですねそういう早い特急がありましたからねえ東京大阪6時間ぐらいでしたから東京大阪6時間を3時間にして何かメリットがあるのかとまあこうなっちゃって実現しないだろうとこうしかし日本の将来のためには新幹線は絶対必要だと いうふうに運輸省の幹部その当時ですねそれを主に取り仕切った人が課長でいたんですね、まあ、本当はお名前を言った方が英雄だからいいんでしょうけどまあ今はちょっと評価は低いですからねちょっとお名前は出したくないんですがその人がですね3000億円と言ったんですよそれでも揉めに揉めたんですね新幹線なんかいらないじゃないかとこう言ったわけですね。 だけども今ですね新幹線ができてみるとものすごく大きな国民の幸福に貢献してますよねもちろん6時間行くとか三3時間っていうんだばかりじゃなくて新幹線ができたことによって多くの人が旅行もできるようになったしもちろんビジネスは非常に効率的になったしいろんな面で良かったわけですねもちろんその結果東海道新幹線が山陽新幹線になり東北新幹線上越新幹線 北陸新幹線九州新幹幹線線九州とまだいか今からでも伸ばそうとやっぱり移動に時間がかかんないってことは非常に大切であるということが分かった今ではもう1兆円安いじゃないかとこういうに言われると思うんですが実はいつでもそういうもんなんですねですから一月つきに年金100円を払うのも抵抗のあった時代でしたから、まあ、ゆりかごから墓場までという言い方は仕方なかったかもしれません。しかしか まもなく人生は第一の人生と第二の人生に分かれるっていうことはもう分かっていたわけですね。そうしますともう老人の期間は15年ではなくなってしまうわけですよ。一応50歳になったら子供を仕上がって全然違うんですからね。人生が違うんですから。老後でもないわけですね。しかも50歳から100歳まで50年ありますから。今までの概念のように50年間を旅行と日の名ぼっこ、それから病院、じゃあですね。 時間も潰せないしお金もないしだから人生そのものも面白くないわけですね。だから第二の人生といいう概念を作なきゃいけないこれを聞いてですね僕の友人の43歳の人はハッとしたわけですよ。あれ俺考えてないこう思ったというふうに私に言っておりました。